ディネマポリブルボンジネマポリバルバンは捕食する小型の卵化植物。栽培用意な溶卵としても知られる。この属は本種のみを含む単系属である。根系は捕食し、ニセリン形をつける。ニセリン形は卵形から楕円形で2枚の葉をつけ、高さは 2cm 程度。葉は皮芯型で、先端は鈍くあり長さは 6cm で中力が明瞭。家系は 基部が幼少に覆われ、先端に花を一つだけつける。花は、径が2から3センチメートル。学園と側下辺は、線上で黄色から耐褐色。中心付近は、濃い褐色になる。神弁は、好き形で白く、基部には、黄色が入る。キューバ、メキシコ、ジャマイカ、グアテマラに分布する。標高600の2000メートル付近に、 自生している。本種は最初は、エピデンドラム属として記載され、その際の学名は、エピデンドラムポリバルバンスワーツであった。しかし神弁が、スキジで基部まで随中と分かれていること、随中の役の両側に2本の長い針状突起がある、ことなどから分離されて別属となった。現在はこの属は本種のみを含む、単系属である。属名の由来は、ディスト。 ネマからなり、随中の突起にちなんだものである。洋蘭として栽培される。丈夫で栽培用意が主として知られる。ハイドロカルチャーを進めている書もあり、そこでは着生蘭をこうするのはいけないのだが本種なら、丈夫だから大丈夫とまで書いている。日光を好み、慣れると、日本の夏の古外の日光にさらしても耐えられる。以下、主として、園芸大辞典。 P2845 からさは監修 P259 演芸大辞典 P2845 演芸大辞典 P2845 講座下編 P164 演芸大辞典 P2845 ありがとうございます